おはようございます。おはようございます。で、今日の朝食、これが、サーディントマトオニオンガーリックピザ、うまそう。で、こっちがピタサラダツナ、で、このピタっていうのはパンっていう意味らしい。こっちもこれでボリューミーでうまそうだね、いただきます。うまっ、マジでサイモンのピザおすすめ。パタッと訪れた際はぜひサイモン、あのビューポイントインぜひ足を運んでみてください、世界遺産見ながら食べるピザも格別だからね。で、これがピタサラダツナ、中身見て、人参、キャベツ、玉ねぎ、トマト、でツナ、なんかエンパナーダみたい。このようにボリューミー、生地もちもち。で、とりあえず昨日の夜透過採取やったんですけど、 HID ライトのバッテリーがぶっ壊れてて、で、何回か試したんですけど、電源つかなくて断念しました。で、一応この後ね、本来だったらバナウェイ行った後にキアンガンの山下大将航空地点行って、で、その後オーロラに行って、で、北アルソン昆虫採集ツアーしようと思ったんですけど、バッテリーっていうか、あの電源つかないからね、 HID ライトの電源つかないんで、明日キアンガン行ってアンヘレス戻ります。で、あとさ、一番やばいのはあれだよね、あの来月ミンダナオとさ、パラワンのチケットすでに取ってあるじゃん。昆虫採集はできるけどさ、透過採集できないね、ただミンダナオは世界遺産のハミニタン山のオーロじゃん。で、あとパラワンは、プレートプリンセス地底河川国立公園、世界遺産行くから、とりあえず、昆虫採集メインというよりはもう本当観光メイン、で、来月行くそのミンダナオは、今までお世話になった人たちのところには行かないで、新しい場所で昆虫採集、で、パラワンは、俺ら今回はもう初めてなわけじゃん、だから観光メインだよね、観光メインせざるを得ないというか、ついてないね、本当ついてない。けどちょうどいいかもしれないね、前回の昆虫採集ツアーの時からもうバッテリーおかしかったの、で、あとはやっぱ今峰のあの威力を見たら今峰欲しくなっちゃったもんね、日本滞在期間中にね、あれはすごかったね、本当ね、あれ見たら今峰欲しい症候群が出ちゃってるよね。 HID ライト使えないからさ、ワンちゃんに癒されてます。すごい、お乳が気持ちいいね、これね。え？お乳が気持ちいい。ワンちゃんのお乳もんでんじゃねえよ。気持ちいい、これ。どれどれ。あんた、気持ちいい。気持ちいい。ありがとう。気持ちいいね。これ、この HID ライト、トロイが直せるかもしれないというから、トロイにあげます。ありがとう。じゃあ、next year, if we brought a new one, then let's, light up together. Yes, yes, yes. で、これから、トロイと一緒に、去年、スティックインセクトがいたところに行ってきます。いいか、最後の悪あがき。ライステラスを眺めながらの昆虫採集、すごい傾斜だね、これ、急斜面。お土産屋さんがある。
側のお庭屋さんがありますね。ここが去年スティックインセクト見つけた場所、アボカドの木だって。水飲めんだこれ。コールだよ。ああうまい、うん、自然の天然水、うん、今日の夕食、ピタトマトオニオンと、あとピタトマトチーズで、コーンビーフトマトオニオンガーリックピザ、はい、いただきます。いただきます。あのアヤガン語でいただきますはマガントウ。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 Let's eat. Yes. マポロハ。ん？マポロハ。マポロハ。Yes. Delicious. 今回本当さ、バナベでトマト尽くし。うん。マポロハ。Yes. 美味しい。美味しい。うん、チーズつけてうまい。今日さ、このさ、うん、野菜のさ、自然の旨味と甘みだけで十分楽しめる、うん、うまい、まあ、今回あの残念な結果に終わってしまったんですけど、まあ毎回このパターンだけどさ、うん、まあ、少なからずさ俺らのあの昆虫動画をさ楽しみにしてくれてるあの視聴者さんがいるわけじゃん。いるの？いや、いるじゃん。いるよ。まあとりあえずあの来月あのミンダナオ行って、うん、でそこはねあのライトスラップなしでも結構期待できそうな場所だから、うん、まあ、そこで何かしらの結果を出せるように頑張ります。はい、であのトロイ、あの Thanks again for everything、yes. Then we'll be back here again next year with a new ride、うん、Then あの We look forward to seeing you again next year。 じゃあ Cheers。 乾杯。乾杯。じゃあただいパラサタ軍配。ただいパラサタ軍配。で、来年はあのほらあのダラワライトトラップのダラワライトトラップで、まあトロイが直したらね。あ、そう、あのもしトロイがそのライトトラップをフィックスできたら、あのもうそれこそ、まあ、楽しみだな。うん、で、明日はキアンガン山下大将の降伏した場所行ってきます。はい。さよならビートルがいました。ウェルカムビートルから始まってさよならビートル、なんだ何のクワートだろう、うん、まあ、いや、じゃあこれから、うん、キアンガン向かいます。バタと入り口到着で、これからジプニーでバナウェイ向かいます。バナウェイのツーリズムセンター着きました。でこれから、バナウェイからラガウまで50ペソで、帰りは、うん、ラガウから、うん、マンダイキャリティから。ああマジで、でここにも世界遺産が見えます。はい、じゃあこれからラガウ向かいます。はい、じゃあラガウ着きました。とりあえずマニラ行きの帰りのチケット680ペソで、6時半、うん、でこの後とりあえず飯食って山下大将が降伏した場所に行ってきます。まあ、これまであのロスバンドスの山下大将終焉地と、あと戦後終焉されてたモンテルパー修行場、あとは山下大将主力部隊の勝負集団が担当したバリケ峠とスラクサ峠で、まあ、山下大将の足跡をたどってきたわけなんですけど、まあ、今回これから山下大将が降伏した場所、山下サレンダーサイト行ってきます。はい。
で、あと山下シュライン。はい、今日の朝食シャワラマいただきます。うまい。めちゃめちゃうまい。お前食ってんの絡まれっすよ。絡まれっすよ。絡まれっすよ。うまい。はい、じゃあ行こう。キアンガンナショナルシュラインで、ここがなんか山下シュラインとも言うらしい、うん、で入場料50ペソ。じゃあとりあえず行きますか、うん、え、This way? Yeah, you can. OK, thank you. これがキアンガンシュラインで、俺が6年前初めて7年前か、初めてフィリピン来た時に訪れた場所がここ。うん、ウェルカムキアンガン。ここにさ、彫刻があるんだよ。なんかイフガオハウスっぽいね。モニュメントというかレリーフがあったんだけど、どこに？いや、ここに。あれ？いや、ここのはずだな。なくなってる。まあ、後で来るように聞いてみよう。今、イフガオミュージアムのスタッフに聞いたら、あの山下シュライン、さっき俺がそうレリーフがあったって言ってたけど、うん、それは去年の4月に地震があってあの崩れ落ちたって言ってた、うん、で、あとこの山の向こう、山の向こうにあの山下大将は陣取ってたって、うん、で、それで9月2日に降りてきて、うん、で、これから行くとあの小学校で降伏したんだって、うん、じゃあ行こう。はい、これが去年の7月地震で崩れ落ちて、で今直してると。ナイネットが言ってたけど、うん、でこれ日本で描かれてるので、うん、でこれは後でつなぎ合わせてまた元に戻すみたいな。これは山下大将が降伏して山から降りてきた時の写真で、この写真はマレーの虎、山下大将が監獄に収監された時の写真で、これは降伏し、マニラで降伏した時の山下大将で、これが山下大将の、これは山下大将が、うん、まあ、マニラだから、マニラの極東軍事裁判です、うん、死刑判決受ける前、うん、お？ここが、うん、この小学校が山下大将が降伏した場所、うん、
the next building down this gymnasium is the surrender site. なんかこの学校じゃなかったっぽいね。なんか記事だとさ、この学校で山下大将が降伏した場所みたいな書いてたけど、今学校の先生に聞いたら猫を降りてったところに、うん、なんかそこが山下大将の降伏場所だよって言ってた、うん。近かったね。ピースサレンダーオブゼネラル山下。ここが山下大将が降伏した場所。山下大将が降伏した場所。今中見せてくれるって言ったの。これは第二次世界大戦で亡くなった人たちの名前が書いてある。Can you write your name first here? でここでエンバロンメンタルフィーを10ペソ払って中見学させてもらいます。ここはイフガオ族、イフガオの戦士がその日本軍と戦って亡くなった人たちの名前がここの墓標に刻まれてるらしいから、うん、一回ここで手を合わせます。はい、彼女のお父さん、おじいちゃんもここに。でここが山下大将が降伏した場所 で山下大将が降伏するまでの数ヶ月の間、さっきのミリオンダラーヒルズにいて、で最後まで徹底抗戦構えてたからね。で9月2日に山下大将は降伏して山から降りてくれるんだけど、巨漢だった山下大将は痩せ細ったって言ってたからね、まあ、それだけどこの戦場も飢えに苦しんでさ、レーテ島の戦い同様、ルソン島の戦いでも多くの将兵が飢えと病で命を落としたんだよ。でこのキアンガンで降伏した翌日にバギオに連行されて、でそこで正式に降伏文書に署名して、でその後マニラの極東軍事裁判で死刑判決を受けて、モンテンルパで縛り首刑にされるわけじゃん、うん、まあ、無念だよね。で敗戦後、山下大将はすごいね、このギャラリーが。カメラを向けるとみんな逃げる、うん、はい、で敗戦後、山下大将は武士道精神にのっとって自決しようとしたんだけど、一人でも多くの部下を日本に返したいという気持ちから自決を思いとどまって、で最後部下に焼け野原になった日本を再興してほしいって言ったんだよ。であとは、まあ、フィリピンの戦いで亡くなった、まあ、日本人、フィリピン人、アメリカ人全ての死に対して責任を果たすって言って、武士道精神っていうかさ、まあ、立派な軍人だったのよ本当に。でとりあえずここの資料館が一時期山下大将が拘束されてた場所って言ってたね、うん、で書いてたね。でほら彼のグランパがグランパメロンでは、yes. うん、yes. My grandpa is there. うん、そうそう、だから
で、こうやってね、子供たちがたまに訪れて、まあ、そう戦争のさ、まあ、歴史がちゃんと受け継がれてるね、まあ、子供になってるし、ね、ああ、そうそうそう。My grandpa is Bulahao Pablo。 まあ、とりあえずじゃあこの後アヘレスに帰ります。